安州区は中華人民共和国支線省を名誉しに位置する鹿つく。安州区は四川盆地北西部に位置している。県域に行政区画が設置されたのは347年、東進により派生軍の下に新共権、ますます証券、西種密国県が設置されたことに始まる。413年には進む共権、ますます証券を統合し、 西の浦県が設置され、指導軍に属したが、南朝張りに西の浦県が再度新京県、ますます小県に分割されている。552年には西三国県に新たに平州県が設置され、派生軍に属した。正義の時代になると新京県は、ますます小県に統合されている。七十一年、北州は平州県を廃止、旧新京県域と統合し、 金山県設置している。水町が中国を統一すると583年に液晶県を金山県に統合。586年には旧平州県地域に上泉県を新設し、それぞれ面衆の管轄とされた。607年、修正の廃止に伴い面衆は金山軍に改変。それと同時に金山県は上泉県に統合されている。 620年、当庁は旧金山県地域に両案県を新設。682年には旧駅証券地域に最小県を新設し、面州の管轄とした。宋代になると1072年、最小県が両案県に編入され、上泉県と共に面州派生軍管轄の管轄とされた。千百十七年、両案県、上泉県及び、 シゲル州赤仙県を管轄する赤仙軍が生徒風呂の下に置かれている。1264年に赤仙軍は安州に昇格、両安県、上泉県は廃止され州直轄地とされた。1374年、明朝は安州を新たに降格、生徒府の管轄とした。1722年、近州が直霊州に昇格した際に、 あがたも、その管轄に移管されている。1913年、中華民国北京政府は、修正を廃し、あがたは、四川省の直轄行政区とされた。1949年12月25日、中華人民共和国の市政下に編入されたあがたは、1950年に、免用選区の管轄とされた。1968年の行政改革により、免用船区は、 免用地区とされ、1985年2月の地球史としての免用史が成立すると、その管轄下に置かれた。2016年3月に主活区に昇格された。重鎮を管轄する。ありがとうございます。